ピントーン、ピントーン。ちょ、マジ時間ないって。グッモーニング。あれ、今日天気悪いからキャンセル待ち、キャンセル待ち。誰だよ、神様怒らしたやつ。いいね、やべ、いいね。言い切れます。 100% キャンセル待ち出ます。チャリが今日全然ないってことは人がいない。あら、楽しかった日も。確かに。よっしゃ、京介最新話来た。はい、ブレーキゆっくり、ゆっくり、ゆっくりブレーキ、ゆっくり。ちょっとこれから YouTube の伸ばし方みたいな、講義を受けてきます。あー、なるほど、はい。この間はそのままやっちゃう。こっち向いちゃってる。ちょやるべきことやるってまずな。おおおおおおお、日本さあ行こうぜ、湘南湘南。僕はプロサッカー選手を目指す社会人リーガー。うわぁ。うぅ。いや、火強いって。そう、こんぐらい。あっつあっつあっつ。懐かしいでしょ、これ。いや、うまそう。そんなに厳しくは言わないタイプのキャプテンだと。シー。シー。ルルルと思い出す。ビク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 。練習終わりのプロテイン。めっちゃ面白い。お疲れです。というわけで、帰ってきました。今日も練習やってきて、どんな練習やってきたかっていうと、最初ボール回しじゃないわ、パス&コントロールの練習をやった後に4対4、今日4対4とか6対6中心の練習でしたね。4対4の練習ではね、こうやっぱマンツーマンでつく中でどれだけ相手の背後をつけるか
で、背後つくふりして足元動いて、そこのギャップで味方が入ってきたらそこでワンツーしたりとか、なんかそういう工夫をいろいろやりながらの練習で結構楽しかったですね。運動量とそこの連動性っていう部分、僕の足りないところを伸ばせれるようなメニューだったんで、いい練習ができましたね。6対6の時も、まあガンガン仕掛けて、結局そのマンツーマンなんで、誰かが仕掛けちゃえば、数的有利になるじゃないですか。そこは意識して、ドリブルで運んだりとか、でパスも、ちょっとスペース流すパスとか、結構意識してやりましたね。はい。昨日の自分より 1% でも良くなろうっていう、そういう意識を持って練習を取り組めているので、半年後 ?1 年後もっともっと成長してるっていう風に思うんですごい楽しみですね。はい。で、明日は、ユースと15分2本のゲーム、紅白戦か、をやるようです。はい。週末は、あれか、拓殖大学と拓殖大で試合で、で、来週も練習試合で、はい。2週空いて、2週間後にリーグ戦がある中で、多分シーズン中にこうやって練習試合あるっていうのは、メリットもすごい多いと思うし、はい。その中での、明日もまた、ユースの選手たちと試合できるので、どんどんチャレンジして、できることを増やしていきたいなっていうふうに思います。寝ます。今日は、快晴です。もう粘膜が弱くて、喉と、鼻のこの間のなんか気管みたいなところが、なんかめちゃめちゃ乾燥して、で、痰とかもめちゃめちゃ絡まってるから、91.5 とかどう？今日。最近思ったんだけど、米が一番うまくね？久々にユーロ。そもそもアフリカで NMA なくて、すげえでけえの来た。なんだこれ、さあおーいとか言ってきたんですけど、暑、はい、そう。教習所で言われたのが、効果測定っていう、一回目のテストがあるんだけど、そのテストに行くには、学科と実技を二つとも結構進めないといけないんだけど、僕も実技終わりかけてて、残すは学科、まあやればテストまで行けるんだけど、三浦さん、多分ね、多分二回ぐらい落ちると思いますみたいな感じ言われて。まあでもね、学校でもいたじゃん。そういう、なんか、めっちゃプレッシャーかけてくる先生がいたから頑張れたみたいな。まあそういう感じかなと思って。で、オンライン講義中断になりました。くそ！今日は長袖練習着です。行きます。はい、こんぐらいかな。 OK、 止まれ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 、もう止まれって、止まれ丸、マジ止まれ丸。
というわけで帰ってきました。水分でございます。今日は、デュースのチームと紅白戦を行いました。15分2本っていうね、短い時間ではあったと思うんですけども、その中でどんぐらいできるのかっていうのを、シーズン中にこうやって紅白戦できる機会もなかなかないと思うんで、すごいワクワクしてる中で、まあ、僕個人的に結果は2ゴール1アシストかな。はい、シャマウマでした。あ、間違えた。1点目は多分開始62秒って言ってましたね、監督。62秒で、味方がシュート打って、そのこぼれ球を確か、あんまよく覚えてないんですけど、自分の中でもちょっとアドレナリンです。ちょっとよく覚えてないんですけど、こぼれ球を多分押し込んで、で、2点目は背後抜け出して、カットインしてファーに打ったっていうシーン。アシストは僕がシュート打って、ブロックされてバックパスして、ゆうやくんが決めたっていう感じでしたね。ユースの選手たちと紅白戦する機会がね、初めてだった中で、すごい結構楽しみにしてて、みんなこう足元の技術も高いですし、僕らを食ってかかろうっていう気迫がすごい感じました。今回のその紅白戦で見つかった課題っていうのを、また、ね、改善してって、土曜日また前にも言ったように拓殖大と試合があるので、そこに活かして、いけたらなと。いう風に思います。でね、最後に紹介させてほしい商品があります。ちょっと動画閉じないでね、マジでこれおすすめの商品なんで、動画閉じないで、マジ閉じんなよ。あ、間違えた。 YouFit リレーサーミニーミニ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 というわけで、僕が、アンバサダーを務めさせてもらっている、これね、マッサージガンの会社です。これ川崎フロンターレとか、ジュビル・ウアタとかのオフィシャルサプライヤーとして、数々の J リーガーもこれ愛用してます。これね、めっちゃコンパクト、もう僕の顔より、まあ、僕の顔の方がちっちゃいか。めっちゃコンパクトなんだけど、すごい威力やばいよ、これ。そう。こう肩とかね、すごいめっちゃ気持ちいいんだよ、これ。で、アタッチメントも4種類あって、こういうので、ふくらはぎとかを、こういう感じで、マッサージとかもこれでできます。重さ、これどんぐらいかっていうと、もうペットボトル1本分ぐらい。もう超軽い。持ち運びマジで便利です、これ。で、この UFIT リレーサーミニ、高そうじゃないですか。お値段なんと。16,800円。もう安すぎる。僕が初めて買ったマッサージガン、過去動画見返したら分かると思うんだけど、3万したから、その半分の値段で買えるっていうのは、マジお得しすぎます。ユーもこのマッサージガン手に取って、最高のリカバリーして、最高のパフォーマンス、テンシェラー